野代ロケット実験場の城ロケット実験場は、秋田県野代市に位置する、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の施設、宇宙科学研究所の管理下に置かれている。内野浦宇宙空間観測所から打ち上げられる、観測ロケット、ミューロケットの研究開発に必要な各種、個体ロケットモータの地上燃焼試験を行うため、1962年に、 東京大学生産技術研究所付属施設、の城ロケット実験場として開設された。弱砂統合時に宇宙輸送ミッション本部の管轄となり、名称もの城多目的実験場へ変更となったが、2011年4月1日から宇宙科学研究所へ移管され、名称も元のの城ロケット実験場へ戻された。1975年から液体酸素、液体水素、 ロケットエンジンの研究開発が開始され、その基礎実験を行うための施設設備が増設された。その後ミューファイブロケット開発計画の開始に伴い、1990年度から関連施設設備の拡充、更新が進められ、1992年度までに大型固体モータ待機燃焼試験棟、上段モータ航空性能試験設備が竣工された。 ミューハイブロケットのモータの地上燃焼試験はすべて、ここで行われた。また、1988年からは、エアターボラムジェットエンジンの研究開発が開始され、1992年には、この野代ロケット実験場で、地上、静止状態における燃焼試験に成功している。1998年からは、再使用ロケット実験も開始され、実験機の離着陸試験も行われている。 日本海に面した南北に細長い敷地に各種設備が設置されている。最大で 1km の保安距離を確保できる。主な試験設備になど、ありがとうございます。